おはようございます。そっかじくの久保です。今日は、あの、武漢肺炎の話をちょっとしてみようかと思います。安倍総理が、そして、えー、他の行政機関がですね、ここ1週間、2週間が瀬戸際だと,と言われてですね、すでに2週間以上経ってるんですけども、未だに、ここ1週間2週間が正念場ですって言ってます。これは一体何なんでしょうかね。うーん、ちょっと変わってますよね。で、テレビ新聞っていうのは、皆さんがね、見れば見るほど、 まあ、いわゆる広告収入が集まって、メッシウマなんですよ。ですから多くの方が気にしている、心配していることを、どん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 放送して、ずーっと同じ話題で引っ張っていきます。桜を見る会もそうなんですけども、皆さんが注目するからずーっとやるんですよ。で、いつまでやってんだよって言いながらまだ見るでしょでもあの問題すごく大事なんで、絶対に追求をやめちゃいけないんですけどね。で、今回の武漢肺炎の話も、皆さんが見るからずーっとやるんですよ。あれ、誰も見なければ、特にやめてますからね。 で、実際は、あのー、日本で武漢肺炎にかかってる方って、1000人を突破したとかね、いい加減なこと言ってますけども、そんなことないですからね。ダイヤモンドプリンセスっていうのは、外国の方も含まれていて、そもそも国籍が日本じゃない方がたくさんいるんですよ。で、しかも、ダイヤモンドプリンセスっていうのは、日本の責任で処理したように見えますけども、あれもともと日本の責任で処理するような、もう船ではないですからね。戦績はイギリスですから。で、オーナーさんはアメリカ人だったかな。とにかく日本に全く、 うー責任がないわけですよ。で、それを日本に寄稿したから、やっぱり日本人ってのはね、すごく責任感が強いんですよね。だからどこまで善意の人なんだと。で、善意でやったものが、なぜかね、避難されて、で、感染の数字に組み入れられていると。しかも、組み入れてるのは日本自身なんですよ。これ、他の国ってのは、クルーズ船と日本の感染者って分けてますからね。だから実際は、日本で武漢肺炎にかかった人って、現時点でも350人、400人に満たないんですよ。しかもですよ、 誰も報道しないですけども、私なんての、ね、はインターネット中心に情報を取ってますからね。そうなるとですね、回復した人がすでに300人以上いるんですよ。そうなんですよ。うん。PCR 検査などで、この人は武漢変異にかかりましたよ。でも、まあ、3, 3日くらいで回復しましたよ。1週間で回復しましたよ。ピンピンしてますよ。もしくは、無症状なんで回復も何もないですよ。こういう理解でど、んどんどんどんね、退院されてるんですよ。でもこういう事実は全然語られないですよね。 むしろ、陽性だった人がせっかく回復して、そして、ええー、まあ、一定のね、ええー、まあ、なんですかね、潜伏期間を過ぎたのに、それで解放したら問題にするというね、えー、どういうことなんだと思いますよね。だから多くの方は、自分で情報を知ることができませんから、誰かが言ったこと、みんなが言ったこと、うん、で、政府が言ったこと、そのまんま、知ったげに鵜呑みにするんですよ。ですから、多くの地区で、いろんなものが中止されてますよね。これなんで中止にしてるのかっていうと、みんなが中止してるからなんですよ。だから私はですね、以前、ハレー彗星が、 あ地球に接近したときに、みんなで何も知らないのに、もう地球の終わりだっていうふうに信じてね、野材火災をうっぱらっちゃった人とか、それからもう絶望した人とかね、うん、強楽にふけった人、こういうね、本当集団幻覚を思い出しましたよね。だから自分で決めて、自分で決断して、自分で行動するっていうことが癖になってると、全くね、武漢肺炎、誤、えー、情報だということがわかります。で、誤情報をみんなが注目するからって言って流し続ける。儲けるために流し続ける。 で、しまいにはね、企業活動まで止めて、止めさせてしまうなんてことがありますよね。で、ちょっと前回もですね、大阪でライブハウスでクラスターが発信したっていうことをね、言われていて、多くの方真に受けてますけども、で、ジムとかね、ジムで感染するんだとか言う人いますけども、これ大嘘の大バカですからね、こんなこと信じる人ってのは。だって人の生活っていうのは、スーパーに行って、友達の家に行って、会社に行って、電車に乗ってって、いろいろある中で、ライブハウスも行ってるわけですよ。ジムも行ってるわけですよ。 なんでね、特定の事務が全部原因なんだっていうふな、そんな根拠もないことをね、みんな信じるのかなと思うんですよねで。違うんですよ。だからスーパーでクラスターが発生したかもしれないですよね。でもスーパーでクラスターが発生しましたよとか、JR 駅で広がったんですよって言ったら、そこの活動止めなくちゃいけないんですよ。要するに、これは、特定の店舗とか特定の会社をいじめるため、倒産させるために仕組んだプロパガンダなんですよ。ね、特に、うん、特定の団体に弓を引くものに、報復をしてるっていうことなんですよね。 そういうふうに考えられないと、なかなか真実には行き渡らないと思います。で、先ほどちょっと言いましたけども、この武漢肺炎、潜伏期間は、医師学会のデータから見ると、たった3日です。誰かが知ったけにね、2週間だとか、1ヶ月とかね、90日とか言ってますけども、それ、どこの根拠なんですかと。誰かが言ったことをまた撃して、そのまた撃した人が多いから、だんだんそんな気になってますけども、全くの嘘ですからね。ちゃんと根拠に基づいて、研究に基づいて、統計に基づいて、この武漢肺炎っていうのを考えていけば、 いかに多くの人がね、適当なことを信じて、それをまた風潮してるかってことが分かります。トイレットペーパーと一緒ですよ。本当にね、なんか情けないと思いますよ、ね、私はね。で、緊急事態宣言っていうのが出されるか出されないかってことですけども、そもそも緊急事態宣言っていうのは、どういうことなのかっていうとですね、例えば1週間に10万人とか20万人の感染が確認されたら、これは緊急事態ですよ。いろんな経済活動を止めるとかね、そういうふうなあ要請が出て、叱るべきなんですよね。ところがですね、今、 しもうこの武漢肺炎って、一週間に、100人にも満たないんですよ。拡散力がね。で、しかも、死者の方も、これお亡くなりになったらね、申し訳ないですけども、10人もお亡くなりになってません。10人もお亡くなりになってないってことは、年間でですね、お餅を喉に詰まらして、死ぬ方ってのは、1700人いるわけですよ。こっちの方はどうなんですかと。しかも、感染もしないのに、1700人死ぬんですよ。感染するウイルスでは、10人以下なんですよ。 どっちが問題なのかなと思っちゃいますよね。そして今回の動画のオチになりますけども、今、多くの会社、店舗、飲食店が非常に売り上げ厳しい中、頑張っていらっしゃいます。逆に今ね、来店客数が少ないから、飲食店の方が皆さんの自宅よりも安心ですよ。ね、皆さんの自宅は毎日アルコール消毒、隅から隅でしないでしょ。飲食店は毎日やってますからね。ってことは飲食店の方が安全なんですよ。でもこれもね、なかなか人の潜入感ってのは払拭できないもんですよね。 勘違いして、その勘違いが多数派になって、多数派が常識になってます。私なんて社会離れてるんで、もう社会の常識ってのを全くね、意識せずに生きてると、いや、本当にね、ミスリードされてるなとか、滑稽だなと思います。で、えっ、ー、と、すみません。今回のオチに戻りますけども、そういった苦しい店舗とか中小企業のために、貸付制度ってものが始まりましたよね。これ救済のためっていうふうに見えますけども、実はですね、ずーっとお金を借りてくれる企業がなくて、金融機関困っていたんですよ。 この金融機関のバックアップがここに来たわけですね。今もね、銀行をはじめとする金融機関はビッグボーナスチャンスです。もう日本国民、たくさんお金を借りてもらえるチャンスなんですよ。さあ、この借金取り足で多くの方はね、縛りますよね。もちろん、無担保、無利子ってものもありますので、そういうものを利用される方は、ちょっと得かもしれないですね。私なんてのは借金をする必要は全くないですけども、今回のことを利用してですね、おうなんか最大限1億円ぐらい借りれるんじゃないかなと思うんですよ。 一億円の融資が受けられたら、今の私ならね、年利で5%なんてのは簡単に出せますからね。そうすると、一億円融資を受けて、返済をしながら、毎年500万の利益を利息で生み出すことができるんですよ。どうですかねこの、金利がかからないっていうのは、自分が出した利回り、そっくりそのまま自分のものですから、むちゃくちゃ美味しいなと思うんですけども、皆さんどういう風にお感じでしょうかそれでは、本日もよろしくお願いします。